コニオフォーリスは、後期ジュラキから前期白亜紀にかけてヨーロッパ各地に生息していたワニ型上木新ワニ類の属。外観は、原生のワニと酷似するが、生ワニ類との相違点として、未発達の二次公害や、列数の少ないリン番骨などが見られる。全長は約2から3メートル。当時から新ワニ類が水辺の環境に適応していたことを示唆する属である。 G クラシダンズのホロタイプ標本、BMNH 3798G シームスの、復元図ゴニオフォリスのタイプ種 G クラシダンズは、イングランドのベリアシアン会から、属種ウル種 G シームスは、ドイツのノルトベストファーレン州のベリアシアン会から、知られている。両者は同種である可能性もある。ゴニオフォリス族に属種ウル、他の種には、イングランドのベリアシアン会から報告されている。 ジー・キプリンギーとポルトガルのキンメリジアン街から報告されているジー・バリグリフェイスがいる。後者はゴニオフォリス族で最古の種である。ジー・キプリンギーの種称名はラドヤード・キップリングへの懸命である。ポルトガルの上部ジュラ系からはゴニオフォリスのものとされる卵化石が発見されている。ブラジルから産出した2種もゴニオフォリス族に割り当てられていた。 ブラジルの下部白亜系から産出した G ・ハーティーはサルコスクス、上部白亜系のバウルソウ群から発見された、間接していない二つの破綻から命名された G ・ポリステナスはイタスクスカのロクソチャンプサに再分類された。北アメリカ大陸から産出した G ・ルカシーと G ・カートランディカスはそれぞれアンフィコティルス族とデナジノスクス族として独立した。モリソン・ルイーソーから知られている。 ジー・ G フェイリックス、ジー・ギル・モーレ、ジー・ストバリーもアンフィコティルス属に分類されうる種で、同じく、モリソン・類層から産出するエウトレタウラノスクスに、近縁と考えられている。太陽国イサーン地方から知られる、ジー・プワイアンジェンシスは、化石が断片的である上、スノスクス属に再分類されている。 イングランドとスペインの株白亜系から報告されているナノスクスニジーグレースリドンズを分類する研究者もいる。ハルク、フリ、ドロのゴニオフォリリドはかつて G ・シームスか G ・クラシダンズに分類された完全な骨格であり、そのうち一つは新種 G ・ウィレティとして再記載された。その後、これらの標本のうちフリとハルクのゴニオホリリドはゴニオホリス族から取り除かれ、 それぞれ安定オフタルモスクスとフルケホリスとして独立した。ドロのゴニオホリーディドは安定オフタルモスクス族に割り当てられた。中部パーベック総群から産出した GC 無コツゴニオホリスの模型全長2から3メートル。横方向に伸びた獅子や、それによる腹ばいの姿勢、扁平な体型など、外見は原生のワニと酷似する。 原生の聖和二類に近い神和二類であるが、聖和二類の背中に並ぶ臨番ンン骨が六列であるのに対し、ゴニオフォリスでは二列であった。臨番ンン骨の列数は、椎骨の関節の安定性と因果関係があり、臨番ンン骨が大きく列数の少ないゴニオフォリスは、安定性が低く、また柔軟性も原生種ほど高くなかったことが示唆される。また、 生は二類と比較して二次光害が発達しておらず、高校と微空の分離が進んでいない。このため原生種と比較すると呼吸効率は良くなかったと考えられている。ゴニオフォリスの種を含むクラドグラムを以下に示す。ゴニオフォリスが生息していた後期ジュラ期当時のローレンシア大陸とゴンドワナ大陸は、テチス海で隔てられ、両大陸には主に淡水性のラグーンが広がっていた。 ラグーンは前期白亜期にかけての気温上昇に伴う関心を受けて、気水域へ変化した。ゴニオフォリスはそういった環境に生息していたと推測される。ゴニオフォリスは主に魚類を捕食していたとみられるが、恐竜の化石と共に発見されることも多いため、恐竜の死骸を砂取っていた可能性もある。神話二類の中でも特に聖話二類に近く、当時からワニの仲間が、 水辺の捕食動物の生態的地位についていたことが示されている。日本では聖安造形大学の協力を受けて、群馬県立自然史博物館が全身復元骨格と生態画を制作し、2015年の企画展、恐竜時代の海の支配者で展示した。ありがとうございます。